写真拡大。巨人2の1阪神、16日、東京ドーム。スタンドはどよめき、驚いた。7回の攻撃は、9番から始まる打順。阪神の高橋遥が打席へと向かう。球数は96。勝たせてやりたい。ベンチの総意だった。7回4安打2失点。4回以外は2塁すら踏ませない圧巻の投球に、スタンドからのエールは鳴り止まなかった。悔しくもあり、無念の5敗目となった。まさに一瞬の出来事。1点リードの4回。一発をなくしたい。強い思いが、またしても届かない。一死一塁から、岡本に逆転ツーランを被弾。宇宙間席へ消えていった打球を呆然と見つめていた。3試合連続被弾。一発で逆転されたら、チームの士気が下がる。試合後は一切の言い訳をしなかった。受け止めた敗戦。そんな左腕をかばったのは、矢野監督だ。東京ドームでホームランを怖がってたら、バッテリーも投球にならない。あの投球で負けさすわけにはいかない。向かっていく姿勢、逃げない気持ち。思いの伝わる113球だった。試合を作らないといけない。先輩石から言われている言葉だ。背負うのは、カード頭を投げる重圧と責任感。だからこそ戦い続けた。逆転を許した直後の4回一死一塁。若林の打球が右足を襲ったが、マウンドは譲らなかった。ここ何試合か試合を壊してしまっていたので、今日は試合を作れたことが良かった。敗戦の中に見えた光。もう、後ろは振り返らない。